崎君雄です。写真好きのための切子展ということで、切子展ね、ジョルジョで切子ですけども、画家ですね。これを、東京都美術館で見てきたので、その話をしようと思うんですけども、絵画展ですね。絵画展なんですけども、でも写真を撮る人にとっても絵画を見るってことはね、大事なんじゃないかということも含めてお話をしようと思います。でそもそも私はその絵画と写真を区別しないっていうね、そういう立場で、いろいろこう見てるんですね。で、キリコはね、1990年に私東京で結構大きなキリコ展をやりまして、それを見て随分ね感銘を受けてるんですね。で、いいものは何度見てもいいということで、これは10年ぶりに、今回、キリコ展ね開催されたっていうことで、10年前もね、汐留のパナソニック美術館でやったのも見てるんですね、キリコはね。でだから繰り返し見てると、で、こういう形而上絵画っていうね、こういうきついパースペクティブと、それと陰影ですね、そういう、絵が有名で、大体その絵に詳しくない人でもなんとなく見たことはあるだろうと思うんですけどね、改めて実物見るとねいいなと思うんですね。一応ね図録も買ってきたんですけども、それで今回ね、いわゆるこう形而上絵画っていうのを見てあっと思ったんだけども、最近僕がこの YouTube でもお見せしてますけども、シグマ FP に 12mm 超広角レンズをつけて撮ったパースのきついね、近所の風景を撮り歩いたシリーズがあるんですけども、結構ね、キリコの影響を受けてるなと我ながら思ったんですね。で、だからダイレクトにこうキリコを思いながらシャッターを押してたわけではないですけども、やっぱりその過去に見たこうキリコの記憶がね、私の中でこういい感じに熟成されて、で、それとその超広角レンズのその肉眼を超えたパースペクティブですね。そういうものと、融合してね、自分なりのイメージがこう醸成できてきたと思うんですね。だから、ダイレクトにキリコそのままではないですけども、キリコの特徴っていうのは、一つ言うと厳密に言うとパースペクティブが狂ってるんですね。でそういうパースペクティブが狂った写真というのは、原理的には、合成したりねすると別ですけども、僕の今の超広角の写真は合成はしてないですけどね。だからやっぱりね、絵画から影響を受けて写真を撮るっていうことの良さは、一つはだから絵画と写真が違うからね。だからその、エッセンスを汲み取って、それで、自分なりにね醸成したものと醸し出したものとアレンジできるっていうね、そういう良さがあるんじゃないのかなと。あとこれはね、折れ曲がる街路樹というね名前で、Twitter と Facebook に投稿した写真で、そしたらねコメント欄でね、キリコっぽいですねって言われたんですね。でこの写真は実はね、キリコ展を見た次の日に、次の日の朝ね何気なくスマホで撮った写真なんですけども、やっぱりね撮ってる時は全然キリコのこと頭になかったんですけども、やっぱりねキリコを見るとちょっとやっぱ視点が変わるんですね。街の中のこう違和感に目が止まるようになって、それでこういう写真になったのかなと思うんですけども、だからそのやっぱりね、絵を見てね、その潜在的にね、別に意識してキリコっぽく撮ってもいいと思うんですけども、こう潜在的にこう影響を受けるっていうね、キリコだけじゃないですけどね、いろんな絵を見てね、それがねやっぱりねいいんじゃないのかなと思うんですね。でそれは写真もそうで、私もできるだけたくさん写真見るようにしてるんですけども、写真からの影響だと、結局写真からだけの影響だと直接的すぎるんですね。だからともすればその人間になってしまうので、やっぱりね絵画ね見るっていうのは一つ重要だなと、改めてね今回も思ったんですけども、もう一つ言うとその、絵画のと写真の歴史的な関係ですよね。歴史的っていうと
随分大げさなようですけども、例えばあの以前の私の YouTube でも紹介した安井中路ですね。で安井中路は、戦前に活躍した写真家で、若くして亡くなってしまうんですけど、戦前に亡くなってしまうんですけども、この安井中路もね、言ってみればキリコと同時代で、それでそのいろんな実験的な試みを安井中路はしてましたけども、こういうのを見るとね、キリコの影響はゼロではないなと思うんですね。でこれはコラージュ作品ですね、切り貼り作品ですけども、こっちのこう日常の風景を、日常現実のこれはオブジェクトですね、鎌を、階段に置かれた鎌を撮っただけなんですけども、現実なんだけどこう非日常に見えるというね、キリコの用語を使うと刑事上絵画とね、だからこういうのもそうですけどね、キリコの刑事上絵画に通じるものがあるんじゃないのかなと、思うんですね。だからあとこういうものですね、これなんかもね随分キリコっぽいなとね、思うんですね。で、あんまりねこじつけでね、これはキリコだっていうつもりはないですけども、やっぱりその戦前においてはその写真の世界もね、絵画の世界もいろんなこう実験が行われていて、で同時多発的に、そして双方向に影響を与え合ってるというふうに思うんですね。安井中路の影響をねキリコが受けてるとは思わないですけども、でもやっぱり同時代的なものがあって、同時進行だと思うんですね。で少なくとも安井中路は随分絵画を意識して、絵画をよく勉強して写真を撮ってきた、自分の 写真のスタイルを作ろうとしてきた人なので、安井中路に習うとね、現代の我々も、絵画もっと見た方がいいんじゃないのかなと思うわけですね。でもう一つは二重露光的なね、こう現実とは違 こうビジョンを表現しようと写真でね、そういう実験をしていましたけども、最終的には、最終的にはっていうことないですけども、現実を写した、これは現実をストレートに写しただけなのに、その非現実的な、非日常的な世界に見えるというね、そういう表現にたどり着いたというかね、結局そういう視点にたどり着いたんじゃないのかなと思うんですよ。だからそのキリコが言うところの刑事上絵画ですね、刑事上絵画って、刑事上って、刑事家っていうのはその、現実世界のことなんですね。で刑事上っていうとその現実を超えた世界ですね。でそれを描いたのが刑事上絵画とだとキリコは言ってますけども、でもそのもともとねキリコ自身ね、こういうそのイタリアの広場の絵画のシリーズなんですけども、これを描き始めたのはその現実の広場に、座ってねぼーっとしてた時に、あ、なんかこの世界ってなんか現実じゃないみたいっていうね、そういう感覚が襲ってきて、それで刑事上絵画というね、そういうものを構想したらしいんですけども、だから実はそれはわざわざねこういう絵画に、わざわざってことないですけどね、絵画で表現するっていう、そういう自分の違和感を絵画で表現するという方法もありますけども、でもそれをねただストレートに撮って、で、この現実は実はその自分たちが思っている現実とは違うんだっていうね、その感覚を写真によってその表すっていうね、そういう機能が実は写真にはあるんだっていうことをね、安井中路は発見したと言えるんですね。だからこの写真も、前回の動画で解説しましたけども、その現実と非現実の、その、そういうその、いわゆるキリコ的な、刑事上学的なね、そういうところを狙って撮っていると、私には思えるわけですね。だから自分も、その、現実の、この、私が、去年越してきた秦野の風景を、その、現実の風景としてもちろん撮るんですけども、でも、その、やっぱりね引っ越してくるとね風景がすごく新鮮なんですね。当たり前じゃない、当たり前なんだけど当たり前じゃないっていう、そういうその違和感みたいなものを私なりに表現しようとして、それでその、超広角12ミリレンズね、フィルム時代に買って全然使いこなせなくて、もう何十年もほったらかしてたやつを引っ張り出してきて、で撮ったらうまく
ハマったんですね。自分らしい表現に、まあ自分としてはなったなと思うんですけども、でもその根底にキリコがあったということをね、改めて思い出したというわけですね。というわけでね、キリコ展ね、東京都美術館で、8月29日までやってますので、上野ですね他にも、美術館ありますからね、いろいろ回ってみると、発見がねいろいろあると思うんですね。というわけで以上です。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。